選挙の前にはジャパンチョイス。いくつかの質問に答えるだけで、あなたの考えに近い政党がすぐわかる投票ナビ。他にも候補者情報や政策比較など選挙コンテンツ盛りだくさん。投票前には見るしかない。政治を見えるか。どうも、見えるかのつむぎです。今回はインターネットによる選挙運動について解説していきます。見えるかチャンネル。ところで皆さん、ネット選挙って聞いたことありますか？まあ、これ一見すると、まあ、ネット選挙っていうとやっぱりインターネットを利用して選挙をすることって思っちゃうかもしれないんですけど、実はこれ間違いです。ネット選挙とはインターネットによる選挙運動のことを指します。しかし報道とかではやっぱこれをネット選挙というふうに略すことがあるので、あ、インターネットを利用して投票することができるんだなというふうに勘違いしてしまう人が多くなったそうです。じゃあこのインターネットの選挙運動って私たち有権者はどのようなことができるのかについて続いて説明していきます。私たち有権者は、ホームページとかブログ、 SNS を使って選挙運動をすることができます。具体的には、ツイッターとかで〇〇さんを今回の選挙で当選させようとかいう風に発信することができます。最近では結構トレンドに上がることも多くなったのではないでしょうか。はい、ここで注意しなければならないのが、発信者に連絡できるように氏名やメールアドレスをしっかりと明記しなければならないということです。返信フォーム用の URL やツイッターのユーザー名もこれらの情報に含まれます。またツイッター等の DM 機能はウェブサイトに含まれるため、インターネット選挙運動に利用することができます。反対にインターネット選挙運動でできない4つのことを今回挙げていきます。1つ目、満18歳の人が選挙運動をすること。これについてはインターネットを使う使わないに関わらず禁止されています。2つ目、選挙運動期間外に選挙運動をすること。これについても、インターネットを使う使わないに関わらず、選挙運動は公示告示日の、立候補の届出が出されてから、投票日の前日までしかすることができません。ここで注意が必要なのが、例えば投票日当日にツイッターで選挙運動に関わる、内容をリツイートすることもできないということです。3つ目、有権者が電子メールを使って選挙運動をすること。はい、実はですね、電子メールを使った選挙運動は候補者や政党しかすることができません。また候補者や政党から送られてきた電子メールを有権者が転送することも実は禁止されています。4つ目、ホームページや電子メール等を印刷して頒布すること。はい、実はですね、選挙運動用のホームページや候補者政党から届いた電子メールをプリントして頒布してはいけないことになっています。はい、いかがだったでしょうか。選挙運動は、有権者がそれぞれの候補者の政見や政党の政策を知ることができるとても大切なものになっています。特に、インターネットを使った選挙運動は、今回紹介したようにいくつか注意点もあるんですが、気軽にできるものなので、ぜひ活用してみてください。以上で本日の動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、新しい動画はこちらです。次の動画もぜひ見てね。バイバイ。